一年になってる間に、まさに家に逃がしましょう。いや、菊さんはどうするんですか？うちに閉じ込める。あなたと二人で生活する。何やってんだよ、まとめは。不純物価のお手のすぎる人。ほらほらほら、ハンバーガーの時間でしょうか。まあ、じゃあそっち行くなよ、こっち来いよ。いや、そうやって、ぶなしかのお手のすぎる人。ぶなぎっか、だって俺んちゃうもんな。こっち来いよ、じゃあ。よし、まあさん、今だ、逃げろ。何やってんやだよ、やだほら、みんな泣いてますよ、これ。泣きやんの？じゃあ見てみればいいじゃないですか。泣きやんの？よし、ポテト取るぜ、泣いてるから。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。いつもニコニコお父さん、ずっと座ってるお母さん、サボるの大好き長男、みんなのまとめ役次男、血はつながってないけど、底辺底辺底辺家族。父さんの家出をお手伝いするぞ。のまっき。ひろかさん、はい、今ちょっとまあフレッシュネスバーガーにいるんですけど、はい、まあ、チクさんのためにハンバーガー買ってあげるっていうのはめちゃくちゃ珍しいじゃないですか。どうしたんですか？いいこと思いつきました。何なんですか？とりあえず持ち帰りにしたんですけど、はいはい、うちにね、持ち帰って、うん、チクにハンバーガーやったらハンバーガーに夢中になってしまう。そうです。まあ、今ここ成績なんですけど、はい、じゃ今から岡の家に行って、食べてもらうと。はい、もう夢中になると思いますよ。夢中になってる間に、まさに家に逃がしましょう。いや、よくまーさんが、お前はお前なんか岩川さんの家行っちゃえとか言ってますよね。はい、それを叶えたいとか。叶えてやりましょう。この前もなんか ね、入れ替わりしようとして大失敗してきましたけど、大丈夫です。それで、まーさんを家に、逃がして、福さんはどうするんですか？うちに閉じ込める。あなたと二人で生活するんですか？それで、まーさんは自由行動。あ、はい。もうしょうがない。もういないですよ。二人でやっていきます？あんな仲悪い二人が。ちょっと逃がしてみましょう。なるほど。まあ、はい、もうすぐじゃフレッシュです。今ね、注文してできると思うんで。はい、じゃあ一回、それ待ってやってみますか。あ、はい、はい。行ってみましょう。僕絶対うまくいかないと思うんですけど。まーさん。今から、うん、僕ん家に行って、はい、あいつでフレッシュネスバーガーを食べさせます。うん、そして、ハンバーガーに夢中になっている間に逃げましょう。じゃあ、とりあえず一人分買っていいので。はい。今パッとイメージ。あ、ね、うちで持ち帰りで買ってくるんで。はい、わかりました。はい、じゃあ。そういう作戦です。これどうします？まあ、さ久しぶりの岩川さんじゃないですか。汚ねー。今日菊さんあれなんですよね、岩川さん家に来るかもしれないから、汚れてもいい服で来たんですよね。そうでした。まっちゃん、ダメだよ。いつもとかあんねえだろ、おめえ、その服よ。いや、それもなんか。汚れてもいいって。まず、なんて言ったんですか？岩川とか行くんだから、うん、ね、そんな、いい洋服は着たくないってね。あ、いい洋服着てダメだよって。岩川とか言うんだからね、着たくないって。まず、いい服持ってねえだろ、おめえだよ。あ、ヒューさん、外でしてなかったマスクを家でしてますね。でも空気悪いですね。どういうことだよ。臭い。臭い。さて、何ですか、フレッシュネスバーガー食べたい言ったから、ちょっと詳しく見ますか。ね、ハンバーガーちょっと食べてみたいってね、はい、聞く話だったんで、せっかくだから聞くの食べてみますか。じゃあほら、めの大好きなメロンソーダと、おお、はい、
あ、メロンソーダとはん、あ、こっちはメロンソーダか。まあさん、そっちで映った方がいいんだけど。あ、そうだ、うん、すいませんね。よし、はい。じゃあハンバーガー食ってみましょうか。早く教えて、俺食っちまうぞ。フレッシュネスバーガーって初めてですか？はい。お口に合うといいですけどね。はい、どうですか？わあ、美味しそう。あ、結構気に入りましたみたいな。いいな、それはポテト行くやつだ。ポテト用のケチャップですね。こぼすんじゃねえぞ。ケチャップ俺にかけろってか。何やってるまーちゃんは。え、何が、あ、なんか玄関気になるのかな。はい、じゃあ初めてのフレッシュです。いただきます。やっぱ美味しいですか。いいなぁ。くちゃかけないから結局。あ、まずはね、プレーンで楽しむじゃないですか。食レポとかどう、美味しいとか、なんかね、食レポとかどう、美味しいとか、うん、トマトとこのハンバーガーとお肉が入ってて美味しいな。ハンバーガーで、いいな、食いてえな。今日別にフレッシュスバーガーでしようか。確かに美味しそうですね。うん、これ美味しいよ。違うか、あれ？また何やったの？あ、またカバン。カバン？何やってんだよ、またおめえは。ブズムカノートのふざけてた。ほらほらほら、ハンバーガーの時間でしょうか。まーちゃん、さっき行くなよ、こっち来いよ。ほんとに。こいつんだよ、すごいこの辺に来たらか。隣カノートに来ねえぞ。さあ、来いよ、ほら。すごい物投げてる。こんちの物投げんじゃねえよ。じゃこっち来いよ、じゃあ。ほら、ほら、ポテト。まさ一回こっち来たら。うん。来てよ、おめえ、バーガー。座りいいから、こいつ。おじいよ、俺。いいよ、座りて。ぶなぎかなって言われてもった。ぶなぎか、だって俺んちゃうもんな。こっち座りじゃ。おじいよ。ダメだよ、こっち座れ。じゃあもう、あとのハンバーガーもうマーサに渡しましょうか。ちょっと、マーサこっち来いってうるさいんで。マーサ、こっち来い、ハンバーガーほら。ほら。こっち来い。いい、いい。強えよ。ほら、ポテト。ポテトも美味しいですかね。マーちゃん、こっちこっちじゃないの。これ以上動きよ、ほんと。でも、ブズワッカンやんか、やった。何怒ってるの。たまひきん、あのハンバーガーに集中しましょう。ハンバーガーに集中しよう。初めてハンバーガー食べようっていうあれなんで、はい。黙ってこっち来いよ。うん、だからハンバーガーにほらポテト食っちゃうよ俺、ね、ほらこっちこっちだよ。たまひきん来るでも来た。ほらポテトほら全部食っちゃうよ。じゃあ、まだ一回こっち来たらいいんじゃないですか。福、うん、さんがちょっとおらないんじゃないかな。ジュース、ジュース、あ、ジュースか。ほらねえよ、ほらよ、ほら、ほら、メロンソーダ。じゃあ、まだここ来たら、うん、これだったら大丈夫じゃないですか。福さん安心するんじゃないですか。美味しかったですか。良かった。ポテトあるぞ、まだ。ティッシュどうだ。ティッ
ティッシュは1000円です。ティッシュ、ティッシュぐらいいいじゃないですか。ティッシュぐらいね。ティッシュどこ行った。入ってないのか。紙入ってないですか。そのあ紙、うん、とりあえず1枚、はい、よし、マーさん、今だ、逃げろ。何やってる、やだよ、やだよ、やだよ。違う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 今日から岩川塾に入れます。離せ、やだよ。あもう離しなさい。よし、マーさん、今だ、逃げろ。なんだよね。ほら、岩川さん見てくださいよ。泣いちゃってるじゃないですか。なんだよね。ほら、見て、泣いてますよ。これ泣いてやるの。じゃ見てみればいいじゃないですか。泣いてたの。よし、ポテト食おうぜ。泣いてるから。なんだ。まあ、ロマンさん泣いてるから、ポテト食っちゃいましょう。ポテト食っちゃいましょう。全部食って、食べちゃって。泣いてますよ、ムチクさんも。ほら、ヨガさん、キス泣いてますよ。見てください。泣いてるじゃん。なんだ。泣いてるじゃねえか。よし、マンさん、今だ。逃げろ。逃げろ。やだよ。大丈夫、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 うるせえなあ、ちょっとくらいどっかでやわ。お金やお前、いっぱいやろ、もう足りな。見てください。菊さんが倒れた時にいっぱいよだれこぼしてる。下がったみたいですよ、それ。だからうちの撮影嫌なんだよ。このバカ、手で入れようとした。手を入れようとした。手を入れようとした。知らねえよ、人のこと。腰やって、腰やって、腰だってどうしようもねえのにバカ野郎。たま死んだかって思う。たま引けないでしょ。色がかかりちゃって。なんか損傷。うまあ。すみません。カツカレー大大大好きの巻き。岩川さん、よし。今まで見たことないから岩川さん興奮してるんですけど、何ですか、そんないいことありました。見てください、見てください。バイバイ、バイバイ。寿司松、松屋、松の屋、カラオケ、ビッグエコーとか並んでますけど、松の屋できましたよ。できたみたいですね、はい、今まだ工事中ですけど、はいはい、もう俺の欲しいもん全て揃ってる。成績に、はい、これで終わり。いやもう一番欲しかったもん。これカツカレー食えますよ。確かによくカツカレー食べたいなって言ってましたもんね。ああ、でも、まあ、あの成績ねえんだよなって言ってましたね。そう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 、まあ、もっと贅沢で言えばブバイガーラできた方が都合良かったですけどね。ああ、最近ブバイガーラ行くこと多いですからね。はい、あ、これで好きな時にカツカレーが食べに行けるから。いや、しかも何ですか、今までまだ体験したことない寿司松もありますよ。これ多分松屋系列のお寿司なんでしょうね、はい、こんなのもあるんですね。はい、いやもう全部揃ったじゃん。あなたの人生簡単なんですね。これでもうコンプリート。欲しいものすべて手に入れた。ちょっと待って、いつオープン、いつオープン。はしゃいでますね。早く早く。え、いつ来るの、いつ来るの、いつオープン。オープニングスタッフ募集。オープンいつ？
書いてないな。お客様1号だっちゃう。1貫70円早く早くわワクワクしてきたな。やっとカツカレー食えるじゃん。カツカレーどんだけ簡単な人生。カツカレー別に食えるでしょ。ないのよこの町よ。何ヶ月カツカレー我慢してるか。じゃあもうでこれからあの配信終わったらご飯食べに行っていいんじゃないですか。あれもう一旦成績桜川なんでだよ。めんどくせえよ。うまいからねご飯だよ。成績桜川カツカレー食べるだけに。何のためのためだけに電車乗って電車乗ってこれたらもう毎回ここです。食べるのずっとカツカレーやった。うまいからね。あれやってたんですよ。どうますか菊さん、うん、そんなこと疲れない。いいじゃねえか歩いて帰れや、そしたら。いやそれもいいですよ。呆れてますよ。バカな、バカな、どうしてもいい。よかった、よかった。おはようございます。今日が3月10日の現在、朝8時ですかね。朝何時だ？朝8時です。今日のね、朝10時に僕の大好きな、松屋の系列のとんかつ屋さんの松の屋がオープンするので、そのお店の第1号お客さんになろうと思います。とりあえずコーヒー飲んで、はい、スタートしましょう。よいしょっと。ヘイシリー。アラーム全解除。ヘイシリー、アラーム全解除。聞けや。ヘイシリー、アラーム、なんと、こいつ昨日は。ちょっとタバコ吸うか、タバコ吸ってコーヒー飲んで。よいしょっと、よし、ちょいと行ってきましょう。気をつけてって、はいはい。何を気をつけるのか分かんないですけど。いやー、さすがにいねえよな。あそこ。見えるかな、松村。開店は何時からなんですか？ここ10時から、はい。あ、ま、うん、10時に開くんじゃなかったかな、こっちが。うん。違うのね。はい。確かこっちは10時だったと思う。うん。ああ、いやいや、どうもどうも。人？うん。あ、ここやってる人って。経営してる人？ああ、いや、違う違う違う。さてさてさて、一番客大数ですね。あ、10時オープンですね。10時オープン。はい。あと2分。あと1分。こっちの時計ではあと2分だけど。
ってます。あ、どうもオープンですか。はい、ありがとうございます。すいません。はいはい。カツカレーカツカレー。あれ今500円でやってる。カツカレーないですか。あ、あります、カツカレー。ちょっと、はい、1号客レシート取っておきましょう。これで よし、いただきましょう。はい、ごちそうさまです。よし。いやー、美味しかったですね。タバコ吸おうか、タバコ吸いましょうかね。はい。あれ、これライター持ってきてないってな。ライターある。ライターねえじゃねえかよ。はい、ライターなかったです。じゃあもう食べ終わったんでこの辺で終わりましょうかね。はい。はい、終わります。はい、ね、それではまた見てくださいね。じゃんけんポン。そこ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 
そこそこ面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。